ック王に俺はなる。出ました。出ましたよ、モンキー DK ちゃん。モンキー DK ちゃんです。猿、はい、ね、この間も撮影で猿みたいな感じになってたね。そうだっけ。そうですよ、こうやってカッコつけてこうやって座りのショット撮ったら全部猿みたい、またちっちゃみたいな。あー、あった、あー、ミヤキースの撮影ね。そうそうそう、グッズの、グッズの、はいはいはい。ということでついに、はい、大タイガ時代。あ、そうですか。もうかねてから言ってますから、はい、私がチキンタツタが大好きだと。はい、でそれがまさかのワンピースとコラボして今回 Mac で発売されたと。珍しく兄ちゃん、ツイッターでプロモーションの映像をリツイートしとったもんね。はい、あんなことせんけやね、兄ちゃん。せんよ、あれだって言いたいんだけど、企業には。そうなん。そうそうやってやっと、反骨精神で。そうなん、はい、ちょっとね、お任せで買ってもらったけ、うん、何を買ってきたかちょっと紹介してもらいつつ、はい、教えてくださいと。オーケー。マジで、今6時前なんですけど、うん、この時間まで我慢しました。今日お昼ご飯サラダだけです。お、やるね。いつもならサブちゃんですよ、新商品チャンネル。はい、で今日に限ってはもうメインでやらせてくださいと。でサブチャンでいつもマックの新商品紹介してますけど、その時とちょっとテンション違います。はい、これが CM で放映されるんじゃないかっていうぐらい、されてもおかしくないぞっていうぐらいのクオリティつってあげて、勢いで。はい、ということで並べていただきましたよ、お兄さん。今回の情報を教えて。今回の情報、今回はチキンタツタの情報。はいよ。いつもマックはね、ちょっと変な新作出してくるけ、うん、それが不安ない兄ちゃん。世はまさにチキンタツタ時代。今年はワンピースとコラボ、チキンタツタシリーズが4月19日水曜日から期間限定で登場。お待たせしました、今年のチキンタツタはワンピースとコラボで復活です。定番のチキンタツタのほか、新作柚子香るおろしチキンタツタが登場。サイドメニューもシャカシャカポテト、ジャガバター味、マックフィズ、マックフロート、波色ヨーグルト味など、今だけの美味しさをご用意しました。年に一度のお宝をぜひこの機会にお楽しみください。え、シャカシャカチキンポテト入ってなくね。頼んだ、頼んだ。ないよ。え、ちょっと待って、袋は、そっちの袋は入ってないよ。頼んでないじゃん。入ってないわ、言ったのに。あいつ、うわ、やってくれるよね。やってくれたわ。がっかり。がっかり、丁寧な人だった。丁寧なだけ。そんなこともあるよね。そんなこともあるけどさ、ね、いや楽しみにしとったんよ、あれ。え、でもいいじゃん、また今度さ、マック行くさ、うん、楽しみできたっていうか、次のさ、楽しみできるじゃん。お前、メインチキンって言いこぶんなよ。サブチャンだったら、クソやるよった、ほんま。持ってこいや、出会わないだろうが。目標さすがとか言う。またマックに行くさ、口実ができたっていうか、すごいいいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。まあ、食べきれんしね、うん、そんなにいっぱい。運がいいよ、逆に。運がいいね。おみくじで今日出るみたいな、うん、逆に運みいいって言うじゃん。あ、いおるじゃん、逆に今日なんかなかなか出ないよ、逆に運いいよみたいな。ちょ、中華しおるじゃん。おるけど、なわけないよね。大吉が出た方がいいんじゃけ。絶対、うん、今日が出て運がいいなんてことはないよ。運が悪いけ出たんよ。運が悪いことも運がいいことと同じぐらいの確率でしか起こらんのじゃけ。じゃあ、あれは失敗した時に神様が試練を与えてくれてるんだっていう考え方。その言い回しはうざいけど、挑戦して失敗したことによって成功への可能性を一個消したっていう意味では成功ではあるよね。それは本気で。あ、それは、あ、それはそう思うんじゃ。それはそう思う。あ、そうなんだ。それは全然そう思う。成功した方がいいんじゃけ、失敗だろって言うんかと思ったら、まあ、成功するに失敗なんだけど、まあ、成功への過程中みたいな、それと終わりじゃないかな、違うんだよ、死亡じゃないかな。で、全部で、チキンタツタ系が4種類あります。おう、はい。と、あとこのマックフィズとマックフロートがあって、これね、もう溶けおるね。そう、それがね、あ、なんかキッチャマックって書いてある。キッサね。キッチャなマック。キッチャなマックだ、これ。これもう行くわ。それがね、せっかくじゃけ、マックフロート、波色ヨーグルト味。波ってこと、それともワンピースの海をイメージってこと。波色じゃけ、波の色かと思ったら、波って別に青じゃないよな。うん、オレンジじゃないんですよ。え、その、このウェーブってこと。んじゃろ。いや、そういうことか。え、絶対なるって思ったじゃん。ねえ、なると思わんかったん、これ。いや、でも開けにはどうしろん。開けんけ。アイス食べれんじゃん。いや、上から取るじゃん。じゃあ、はい、持って。どういうマジックで取ってくれるんか見せてもらおう。ここ、刺すんじゃない。はい、お前、今、吹け。まず吹け。どういうマジックで、どうやってアイス取るか見せてくれ。こうや、こうや。どうやって、どうやって取るアイス。この上の穴がさ、うん、思ったより開いてないっていう話。多分開けるっしょ、これ。マジ、うん、いや、じゃあ思ったよ、上からさ、行くパターンかなと思ったけど、うん、多分そうじゃないね、これだったら。
返しあるけさうなぎ量じゃんソフトクリームとろどんとさここで全部こさがれるけそうダメよだけまあダメじゃんこれ最悪もう最悪これああほんまに最悪ビッグウェーブじゃん最悪のビッグウェーブが来たサーファーだったら最高だったねこれね白波立ってるわこれネットサーフィンだけをしたいのはなんかあれば情報マックフィズ波色ヨーグルト味に滑らかでコクのあるソフトクリームをトッピングした爽やかでリッチな味わいのデザートドリンクです、うん、でこっちがマックフィズのこのフロートの足バージョンねうんいやこれ自体がヨーグルト味ってことなんだようんうんトレーニング中やっとゼロに戻したちょっと飲んでみますわうんあめっちゃヨーグルトあの想像以上にそのヨーグルトですよでもその甘ったり嫌なヨーグルトじゃないね、うん、なんか爽やかなヨーグルトそうだねうんマジでサブちゃんでは言ってもさもうボロクソ言わせてもらいますけどメインでも変わらず言わせてもらいますよいやマジそれじゃないとマジ意味ないけんね意味がないけんねやってほんまにでもこれはうまいこれうまいね今まで飲んだからも結構上位かもしれないうそということで真打ちさじゃあどれやどれのことチキンタツタが一番好きやんほんまにマックでそうだねだけチキンタツタ行きますか行きたい2種類ありますまあまずはベーシックからいこうかなベーシックチキンタツタからいきましょうお前も行きなさい1991年より多くのファンに愛されてきたチキンタツタが今年も登場しますありがとうチキンタツタはオリジナルのバンズに生姜醤油の風味香る柔らかなタツタパティをシャキシャキの千切りキャベツクリーミーでちょっぴり辛みのあるソースとともにブレンドした人気商品ですほのかな甘みのある専用のオリジナルバンズはふんわりとした食感を楽しめるよう生地を一つ一つ人の手で結んでいますそういうこと？これ変な形しとるじゃん。うん、これじゃけ、こう生地をこうキュッて手で人の手でこうつまんでこのスクリュー型にしとるっていう。へえすごいね。いただこう。いただこう。うん。黄色いんですよこれ。チキンタツタのパティバーあのバンズっていうのは。うま。いただきます。バンズが違うやっぱ。パンがパンがちゃんとモキモキする感じ。うま。しっとりしたよね。タツタってアニメ風になってますよ。これパッケージはもうね、ワンピースなるだけのよねなるだけのよなるだけのよ、うん、うまいマジでやっぱり何回食ってもチキンタツタっていつもこう生姜感あったっけうん、あるよおかずでこれ中だけで食いやん新作とか出てもさこれってこの時のバンズに似とるよねとか、うん、中身これのあれっぽいよねみたいなあるけど、うん、チキンタツタないんよベースがこいつがオリジナルバンズも中身もこいつないね、うん、しかも具はもうさ、このさ、チキンタツタとさ、うん、キャベツだけじゃんうん小ガニ小ガニシンプルなのにシンプルなのにデリシアスデリシアス訳してくれね、ちゃんとそこデリシアスは、ね、広島弁でもいいデリシアスじゃんうわ、うん、まっあれは違うよですねある晴れた日のことウェルギスマーシュラ脇毛伸びましたどなたからするトマトからするとフィジクでますフィジク出ますデリシャスデスタシャデリシャスだろ絶対デスタシャだよマク選手じゃないんだよほんまうまい全部食べちゃうこれうまいでもいっぱいあるけどこれ食べきれんくなるっていう話残しとこ残しとけ9番で誰や知り合いたまに出てくる知り合いたまに出てくる知り合いその人と夏にライブするんで一応ちょっとここでもご報告しますか例のその方と、うん、ライブ夏にミヤケースっていうグループやっておりまして、うん、これいつ出てるか知りませんけども、うん、あとグッズももしかしたら販売期間中かもねちょうどそうですよめっちゃ可愛いのできたんでちょっと見てみてくださいどうでしょうねそのどうでしょうねってグッズに対してどうでしょうねじゃないよ今のは早田早田さんやこれねうん編集してくれる頼むわ明日までね明日俺のささるちょっとなかなか時間取れんのよ頼むわだけわしもやないかあそうなの出らっしゃる出らっしゃる日本語変だからね試して食べしやいやこちらがおろしチキンタツタ生姜醤油の風味香る柔らかなタツタパティとシャキシャキ千切りキャベツそして生地を一つ一つ人の手で結んだほのかな甘みのあるふんわり食感のオリジナルバンズが特徴のチキンタツタおおうわねうわおおじゃなくてああおじゃないよ WO の方ようわうわねちゃんとそこはしていこうチキンタツタうわ、うん大根おろしでいやそこはおの大根おろしじゃない大根おろし大根おろし書いてあるけどおろしねあおろしだそこね勉強し直した方がいいよそうかごめんなさい専門卒だけどねチキンタツタを大根おろしで、うんうん、シップ
ぱりと。さっぱり。え？なんどれ？お前 SI にしてる。行間違えてる。しっぱり。しっぱり。し、しになってるけ。チキンタツタ。おお。大根おろしで。さっぴりと。ピリ。ピリ辛みたいになる。一気に変わる意味が。え？さっぱり。やっぱ A のところは I のところに行ってしまう。PA パリさっぱりと仕上げました。まる、はいはい、柚子、すだち、かぼすの3種類の国産の柑橘と、角切りの大根ウォー。大根ボロシ来るから危ねえ。大根ウォーね。大根ボロシじゃない。大根ウォー、加えたザクザクとした食感のボロシフィリング。あー、どっちか分からん、もうそれもフィリング知らん。フィリングが引っかかる。何フィリング、おろしフィリングってなんや。知らんな、分からんもん。おろしフィリング、一味が、あ、一味がかアクセントのたまり醤油マヨソース。一味ってのは何ですか。麦わら一味みたいな。みたいな、めっちゃややこしいやこのさ。え、一味のことよね、多分。一味辛い。一味の辛い。辛いの一味。七味にした方がいいよね。七味の方がいい。この場合は。一味がアクセントのたまり醤油マヨソースが相性抜群の新しい味わいのチキンタツタが新登場です。ちょっとカメラちょうだい。こんな感じで、その赤い感じじゃない。ほんまにさっぱりしたそうな。ねえ。めっちゃ大根。玉ねぎ。大根やろこれ。大根ボロシ。でもめっちゃいい香りするわ。嘘。あの、柚子大根の匂いがする。柚子大根来た。え、あの人不法侵入。あの人取り合うんだ。メインです。どうぞ。お疲れ様です。ゆっくりしてください。ゆっくりしててください。食ってみるわ、マジで。うん、マジで食ってみるわ。プリッと食ってみて。いや、ガブッとだろ。そういうとこやね。プリッっていう効果音っぽい食い方でいいわ。ん？ああ、あ、うまいわ。さっぱり感もあるけど、やっぱ奥にはピリ辛が少しある。うん、柚子効いとる。うん、柚子大根のお漬物あるじゃん、あれが入ってるみたいな。 あ、そうやね。うん、よりさっぱりしてますよ。うん、うまいわ。チルさん、飯食いました？あ、夜は食ってない。昼は食ってる。ちょっと食ってみます。これ食べなさい、二人とも。なんで買ってくれた人みたいな。おいしい、おいしい。ヨーグルト味との相性もいいっすよ。あ、本当ですか。うん。だって結構あ、いいっすね。いいっすね。待って、なんかこれ一口食べたいなと思いません。一口食べます。あ、僕持ってるんで大丈夫。本当ですか。はい、次食べてみますか。うん、そのね、ご飯系ね。うん、これが食いたくて、あの、5時以降に走ってもらったよね、マックに。歩いたね。危ないよね、走ったら。歩いた街をね。ワンピースファンの人はやっぱこのパッケージも多分残したんだろうね、紙を。これを綺麗に洗って多分ワンチャンメルカリに出てるよ、パッケージだけ。マジで、うん、これが夜マックよね、ご飯のやつは。世はまさにご飯たつた時代。何でもいいじゃん。それ。いや、世はの夜っていうことだろ、こっちは。あ、そういうことね。夜はまさにご飯たつた時代で、世はまさに。さっきのパクってきたわけじゃないよ。あ、さっきのは、あの、世の中の世。それはワンピースの、あの、ベースじゃん。世はまさに大家族時代。そう。それを文字ってわけね。文字ってこれ5時以降の夜マックなんで、世はまさにご飯たつた時代。サンジとゼフが言ってます。なんかね。ご飯チキンタッタが、タッタって言うな、お前。タッタあげてんか、お前。言いやすいで、タッタの方がね。じいさんだよ。じいさんも喋るのしんどいけ、お着、しんどいけ、お着するためにああやって言うんだけ。でもそれで言ったらさ、若者だってさ、言うのめんどくさいけ、若者言葉でキュッと縮めるわけな、うん。センスがある、もっと。ちょっとの違いか。タッタをタッタっていうのはちょっとなんかダサいじゃん。ね、ごめんなさいね、視聴者のおじいさん。視聴者のおじいちゃん。ごめんなさい。いや、むちゃくちゃないの。個人的な感想とか、あの、お札で言ってるだけですから、すいません。出しといてください、ピンポンって。うん、冗談ですよって。ダメだ、そんなのやらないでください。それなしでも生きていける世の中にしていきます。怖いよ。ライスバーガーそれ。そうです。そうです。言わないでください。勝手なことを言わないでください。ご飯チキンタツタが、はい、ワンピースとコラボで4月19日水曜日から夜マックに期間限定登場。新作、ご飯チキンタツタ柚子香るおろしも。
大人気のご飯チキンタツタがワンピースとコラボで期間限定の登場です。国産柑橘が香る新作ご飯チキンタツタ柚子香るおろしはご飯バンズと相性抜群の美味しさ。ぜひ夕方5時以降限定の夜マックでお楽しみください。さっき言っとったけどさ、お前さんがお原監督中のやつをね、おかずで食べたいって言っとったじゃないですか。そうね、原監督で、これはまさにそれですよ。そういうことですか、原監督。新しいの使えない。新井監督がいいわ。構える時に一回、構える時に一回入れるやつないやんこ。まさかの今もう首位争いしてますから、カープ。どうですか、立浪監督は。立浪監督は分からん。立浪監督はなんか怖いっていうイメージしかないけど。でもなんか高校生ぐらいの時にその洗いに取るって言われたことあるわ。バイトしてる時に洗いに取るねって言われて。あ、そう。どういう気持ちだった。洗いかいって思ったのじゃん。そんな嬉しくない。でもすごいいい人なんだって、新井監督。もうプライベートでも話さんかったっけ。おるじゃん、ラッパーの後輩がね、広島の野球好きの一個下のさ、うん、あれが同じマンションだったんだって、うん、で、それでも野球しとったっけ、ちっちゃい頃、うん、そのマンションの下でキャッチボールしてくれたりとか、うん、え、マジで現役中よ。マジで。そうで、ちょうどなんかね、阪神に移籍したじゃん。おうおうおう。で、移籍するときに、うん、結構仲良くしてくれとったっていうか、うん、声がってくれとって、うん、なんか引っ越すじゃん、わけじゃん、うん、だから、まあごめんだけどっつって、なんかサイン意識してくれたのって。マジで。めっちゃいい人じゃん。めっちゃいい人じゃん。そうでありたいよね、うん、お前はダメよね、子供ったら。チレって言うじゃん、お前。やばー、そいつ。変なイメージつけんといて。チレチレって言うじゃん、お前。コンプレックス。やばっ。兄ちゃんはそういう意味で優しいかもね、うん、そう声かけられたら、うん、プレゼントあげるもんね。あ、でもこの間さ、視聴者さんに会ってさ、うん、あげたプレゼント。何あげた。たまたまあって、カバンに缶バッチリ取ったけ、うん、あげる、あげる。うわ、出た。サイン書いてくださいって言って、書いてあげた。喜んでくれたんで嬉しかったです。よかったです。それだけで喜んでくれるならいくらでもしますよって思うよね。ほんまそうよね。いただきます。いただきます。なるほどね。点数つけていい？75点。まあ、前提としてうまいよ。めっちゃ腹減っとって、オールカンの昼弁当でこれ出てきた最後。オールカンわからんけ、説明してあげて。オールカンの草薙ソフトボールクラブ。タイガー KK が小学生時代に所属していたソフトボールチームです。オールカンのお昼ご飯、オールカン弁当といって、お父さんもしくはお母さんにおにぎりを作ってもらう。その中には唐揚げ、焼肉、何でも入れてよい。で、これが出てきたら、うん、めっちゃよくない。やばいよね。オールカン弁当これだったら、お前やばーなら、お前んちやばーみたいな。うまいし、バックじゃんってなるね。うん、だけどやっぱうまいんだけど、チキンタツタってバンズがうまいんだなっていう感じ。なんかバンズがうますぎて、こっち選ばずにバンズ食いたいけ普通の方を選んでしまうっていう感じかもしれない。うまいけど、このね、ご飯バンズの食感がね、ちょっとね、チキンの食感となんかむにょってならん。うん、やっぱどうしても塊になってるけどさ、これがすごいいいやつで、うん、米が立体感あるみたいなさ、一個ずつがさ、ちゃんと口の中で独立するおむすびってめっちゃうまいじゃん。あれみたいな感じだったらめっちゃうまいよね。どうしてもさ、まあ工場から多分来てるけどさ、うん、ギュッとしてあってさ、それが冷凍で送られてくるわけじゃん。うん、で、こうはなってしまうよね。で、米をどうにかしてほしい、もうちょっと。そうやね。ほんまにあの冷凍の焼きおむすびみたいな。そう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 。あれみたいな感じじゃん。バンズのクオリティはめっちゃ高いよ。バンズのクオリティ高い。で、米のクオリティが家の米より劣るじゃん、これ。うん、で、家のパンよりは絶対うまいじゃん。うん、っていう魚。その戦ってるフィールドが。そういう魚。そういう、そういうお魚ってこと。違うわ。一個も出てきてないじゃん、今んとこ魚。お魚の話しよった、今。お魚の話しないよ、ワンピースじゃないけど。まあ、海洋類ってか、ガオー。うわー、バチン。あ、腕やられた、腕がない。うせろ。お前は殺すぞ。怖っ。シャンプー絶対言わないことです。最終回それ。はい。お前歌のこと好きなのか。言うなやらんぞ。おお、父が、親父が出とる。親父が、お前にはやらんぞ、ルフィ。うまい。ああ、うまくて笑顔出るわ、マジで。プピピ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 ピプピピ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 ピ。新しいワンピースのキャラクターですか。プピピピピピピ。笑い方とかじゃけんね。笑い方でハハハとかさ、デレシシシとか、いや、みんなあるわけよ、個性が。お前も笑っちゃうんじゃない、うまくて。マジで笑顔こぼれちゃうわ。うん、トゥルル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 。
ドゥルル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 あ、俺じゃなかった。あ、あいつの笑い声か。ってなる。本本の実お前。本本の実なんですよ。ドゥルルルルルルルで、あいつが笑ったら俺のスマホが鳴ったかと思った。で、みんなまた笑って、デレシシシシだったり、プルピピピピピだったり、そこでまた笑いが起こって、トゥルルルルルルッつってまた笑うじゃん。そしたら、みんなブッってなる。無限ループ。無限ループ。じゃん。そう、無限ループ。エンドレスループ。無限ループ、ブブ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 ブよ。ブブブじゃん、お前。ヘッド、ヘッコくな。エチューさん笑っちゃいますね。笑わん。笑えやれややれや笑えや笑わん。笑えや笑ってください。めっちゃ笑顔だけどね。どう笑っちゃいますチルさんだったら俺、はい、今のしばしにちじゃんダスベーダーじゃん聞いたの通りやちょっとゆずも食っていいよいただきますもう腹いっぱいでわからん味はせん個人的にはゆず香る方が好きなんでかって言ったら、うん、タレが多いめないよね普通のチキンタツご飯よりだけどタレがご飯に染み込んで一体感が生まれてますで今期間限定のベーコンポテトパイと、うん、マカロンのねこれ何味マックカフェのこれはワンピース関係ないでしょ多分うん今更サクッと青春してみたハッシュタグでこのね食感のサクッとサクッと何々をするっていうことで、うん、そういうハッシュタグでみんなやってねっていうことかどうしようかな今からサクッと殴ってみたみたいな今からサクッと弟を締め落とすみたいな今からサクッと、兄の戸籍変えてみたいやいや、すごっ今からサクッと1億円稼いでみた朝倉未来じゃん、お前今からサクッとワールドカップ出場しちゃう今からは無理じゃん、4年後え俺はい今からサクッと今更ね、今更だわあ、今更な、うん、今からじゃなかったわあとそれまた変わってくるよ考え方今変わってくるじゃあどうぞどうぞください今更サクッと今更サクッとプリクラ撮ってきたとかそういうことねあそういうこと、うん、今更サクッとチャリ2ケツするああ法律的にアウトですねそれは、うん、今更サクッと、うん、ノージャンクのチャンネルアカウント変えてみた変えて今更今更変えるとどういうこともう消して今のやつ、うん、新しく今更とかしなくてやめてほしいそれは今更サクッと本名公開するわこれいいそういうことよこれいいでしょこれ結構来たでしょ今そういうことそういうことうまい濃い思ってる結構味しっかりあってこれ満足感あるわ美味しいマカロンのピーチ味新商品出てましたマックフィズもピーチ味出てますよ誰に喋りかけとんないなんでなんや誰と喋るよお前ずっとボソ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 小さい声で見てくれてる人でしょうがよそんな小さかったボソボソボソ誰か何言うとるか分かりませんそんな声小さな誰に喋りかけないベーコンポテトパイクサニーちゃんの口半日ぐらい臭いんじゃないうまいんだけどマロン缶マロン缶栗の缶缶やないかマロン缶マロン缶栗じゃんマロンマッカロンマッカロンマッカロン初めてでっかちゃんみたいに言うなマッカロンあ応答の方なんだ黄色い桃と書いて応答分かるのそれが色的にねいいじゃんそんな甘い、うん、後半が甘味料の味がああ甘ちょっとこのあのお菓子のピーチ味みたいなお菓子のピーチ味が結局お前がよく言うの感じになってしまうお前よく言うじゃないそういうでこのこいつらはお菓子の味じゃないんよいつもはお菓子の味が多いんよそうこういうフィーズはねそうそれでいい感じにバランス取れてるこれ美味しい生地の部分が好きよ個人的に何をそこだよ飲み取ろう猿じゃないかもうどこで伏線回収したんやもうチューさん来る前オープニングで猿の話してたんですよこれどんな奇跡や一心伝心じゃんすごいっすねモンキーディルビーだしねおぉあぁあぁあれ興奮しとるパブロで満塁ホームランを打った時くらい興奮しとるモンキーディルビーだけにねあ、おったねめっちゃ思ったここも分からんけど大丈夫大丈夫ゴンでしたっけ大丈夫か大丈夫じゃないかだけ教えといてまあ大丈夫大丈夫じゃないじゃんこれ本当は大丈夫仕事中だけ頑張ってる人じゃんこれねチキンタツタほんまに美味しいほんまじゃ一周して改めてチキンタツタシンプルバージョンなんで上だけないん
おっと誰もこれやるパンの予約探すことないじゃん。なんか携帯じゃないんだけどさないんだけど携帯。おっと感動されたかと思ったよマジ。気づいてないうちに上だけ食べられとるドッキリしとると思ったよ。あった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 って見つけることないってバンズの上だあったんじゃん。めっちゃ口変えてたわ笑いすぎてだって笑ったんピピピピピピピいや全然そうじゃなかった。何だったっけ。あーって今笑っとったよマジ。人間じゃんマジ。食ってないぞこいつ悪魔の実。あマジお腹いっぱい。ドーンってなっとんじゃねこれ。そう内側がね、うん、ドーンって立ったって書いてあるじゃん。立ったって言うなじいさんの言い方すんな。そう確かにこれはちっちゃい「つ」に見えるよね。立ったじゃん。こっちは立った、うん、こっちは立った。なんかせえやマック若い幅広いところに刺してたんやよリーチさんのじいさんに。なあ喜ぶの。喜ぶな。おう立ったじゃん。立ったじゃん。読みやすいので、うん、あとチキンナゲットもありますので。それ普通でしょ。うん普通です。はい、ということでチキンタツタやっぱりうまいね。これうまいわ。結局ベーシックが一番うまくて柚子香るも悪くないって感じ。あだからコーズつけ方は正直こっちの日もあるし、でもコーズつけ方に言ったらこっちを選ぶかなっていう感じ。おっちゃんは。おいちゃんはねチキンタッタどっちね言うんか。おいちゃんにチキンタッタな。どっちなんやって言うんか。おいちゃんに言うよ。おいちゃんチキンタッタどっちね。まあええじゃないの。ようないよ。聞いたねどっちか。ニコの鈍い中聞いたね。いやはい正解っす。ボケんなおもんない。ひどいおいっ子じゃね。ボケんなおもんない。ひどいおいっ子。ボケんなおんない。子供たち笑かそうとして頑張ってボケよ。ボケんなおんない。怖い怖いわ。しようかリオトにそんなん言われたら。リオトに言われるってことやろ。おいおいボケんなもんね。環境が気になるね。ね環境のせいじゃん。いやいやミキがかわいそうやそれじゃ。はいはい。ということで美味しかったっすね。いや美味しい。やっぱねチキンタツタ美味しいよ。うん、でかねてから兄ちゃんずっと言ってるけどこのチキンタツタのバンズでそのメインのメニューを出してくれって。そう。でもそのことしたらね、多分飽和するんだろうね。飽和する。はい。ということで、美味しかったなと思った人は皆さんぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。あ、もう食べさせんて。うん、食べました。食べましたよ。はい。美味しかったね。美味しかったよこれ。はい、マジでバンズがやっぱうまいんですよ。ね、でチルさんもあの急遽出てくれましたけどありがとう。うん、ありがとう。なんかいいことあります？美味しかった。良かった。良かったっすわ。で、ミヤキースのライブが夏に。夏ね。8月13日にも決まっておりまして。はい。ちょっと。もうソールドアウト目前ということで、はい、一般でチケット出るかもしれませんし、はい、その辺はこの動画がいつ出てるか分からないんであれですけども楽しみにしておいてもらいたいなと。はい、で、4月28日新しいグッズも発売また受注をしますので、はい、まためちゃくちゃいいものがねできましたのでもう本当に最高級と言っていいでしょうというクオリティがもうすごいものができたので皆さんぜひ楽しみにしておいてください。また情報出ますので、はい、概要欄から、はい、お願いいたします。お願いいたします。お願いします。じゃリハーサルいきますか。いきましょう。はい。オッケー決まったかな。腹いっぱい。え？もうちょっともうちょっとちょっとアフタートーク。アフタートークしない。うん。アフタートーク。何？で？アフタートークがなんで？アフタートークがなんだっけ？遅刻した理由。すいませんって。すいませんじゃないよ関係ないな。なんでかって聞いたよ。こういう学校の先生おったよね。ね。